いどうも、ふうさろうです。本日はベロベロではありません。お酒はありませんが、ちょっと紹介したいものがあるので、ちょっと動画撮りたいと思います。カレーコミュニケーション、これですね。このキッチンカーで、北海道をスタートして、日本全国を旅しているという、日本縦断ですね、セール、キッチンカー、ただいま四国中央市で発見しまして、ちょっとカレー食べてみようということで買いに来てみました。地元に帰って、こんなところのお店を次の立場。ああ、なるほど。もっとその先にやりたいことがいろいろあるんで、目標が。すごい。ステップはお店を出して。車も地元ベースで、こういろんなところに走らせて、こう、発信して。ここが全部愛知なんですか？愛知県豊橋市です。なるほど。そこの裏のトラックの反対側ですね、キッチンカーの反対側っていうのはこう出店させていただいたところのこういろいろ思い出が詰まっているところ、すごい、これだけでなんかこうちょっとアートになってますね。かっこいい。ええね。あ、焼酎があります。あ、こちらですね。ちょっとどうだ。ではちょっとカレー買って食べたいと思います。お米は各計3枚使用して、考えないようにして、じゃ下がすごいな。もちろんだってもう今9ヶ月経つんですけど、ずっとね、やっぱ大変、思った以上に大変なんですよ。ゆっくりも、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先ほどのキッチンカーで買ってきたカレーになります。はい、うずらの卵が入った、とても美味しそうな、めっちゃ遠慮してます。カレーめっちゃ食欲そそりそうです。では早速いただきたいと思います。カレー大盛りの方です。大盛り、ではいただきます。いただきます。うん、美味しいです。あ、結構スパイシーです。あ、結構スパイシー、美味しい。ぜひ、皆さんこれキッチンカー、見かけた時にはぜひ買って食べてみてください。本当これ美味しいです。美味しいですわ。うずらちゃん、甘みもあって、辛さもね、ちょうどいい感じのスパイシーで、カレーマジで美味しいです、これ、ね、カレーとビールも飲みたいのですが、ちょっとこの後どうしても出かけなきゃいけない用事がありまして、今日はビールなしです。完食いたしました。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。